把男人消灭到底，对面西面说的来不及，跟老罗留点烟，亚洲站在哪里？他太平面说苗栗今天不来讲的，哪张？一股正气来个谁拿米？带不来我来起不来。あくジャパンナガンをピアネヨシにウィピテジャパンタレントミスターユキキタズミさんがインサインジンナウネマシニゼンケルミダイダルミネプリソンゲレンデスワレケルミダイダルミがドンサンスキーソヤレタマヤクゲレボジョンサンヨシネパタビトゥゴマザガピョライパレセカンシがワラピャネネディボジョヨシンゴアピタトルゴシセネレソラオトウネネカンコエチャーチャカネザアチャウムシウルレファジャレデルソワレアグセカンシがピンセネレディボジョオンサンピタトルイハトロセカンシジョミヤシワラピャンシイクプデルファジャレデルソワレブルーポーマーチャーレイデスラゴジョーディジャパンズレンダーミスターユキキタズミゴダイエットセットミミアマーチェパレイエーホゲーラバーミングラバーはいミスターユキさんが乗せたのを見たのでちょっとそういうことでちょっと聞きたいことがあるのでちょっと聞きました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでまずにはちょっとユキさんとルミンさんどういうて局長の中であったの方をちょっと説明してもらっていいですか。はい、はい、私は独房にいたんですけれども、陰線刑務所の1号棟というところですね、そこで、たくさんの独房があるんですけれども、そこに全部で11人の、戦時犯がいました。その同じ建物の中に、ルミン監督もいててですね、そこで、会いました。はい、ね、はい、それでルミンさんがそういう映画のことでそういう話がいつくらいと思いますか。はい、はい、4月中から聞いていました。おそらくは弁護士を通じてそういう話がルミン監督のもとに、問い合わせが入っていたと思うんですけれども、そのことについてルミン監督は、絶対に許さないというようなことを言っていました。そこからですね、数回にわたって、そういう打診があったようなのですけれども、私はいずれも、ルミンさんが、断ったというふうに聞いています。はい、そうですか。じゃあ、それでルミンさんがそういうことに対して言ったけど、ユキさんもその映画の中で一応入ってるんですよね。そうですね、はい、俳優として出させていただきました。あ、はい、そうですか。それじゃあ、ルミンさんがそういう映画に対して、なんかユキさんにどういうことを話したかちょっと聞かせてお願いします。はい、そうですね、ルミン監督はですね、非常にその、映画に対しての思い入れが強くてですね、情熱が強かったです。私が刑務所で話しても、私だけでなくてたくさんの日本の俳優も出ているんですけど、日本の俳優の演技は良かったとかですね、そういうことをよく、話してくれました。そうですね、はい、私が撮影を見てた限りでも非常に歴史にですね、歴史的な事実に、沿って映画を作ろうとしていた監督の姿を見ていましたので、それは軍に好き勝手に使われてしまうというのは彼は望まないというのは当然のことだと思います。今ユキさんが話したらなんかルミンさんになんか厳しいこととか軍がされるとかはなるそうとかは考えられますか、それともどういうと思いますか。はい、
そうですね、彼のこと心配です。ただですね、彼のそういう声を聞いているのは、私だけなんですね。私が、そのルミンさんの声を、外に発信しなければ、ルミンさんが、そういう、映画がプロパガンダに使われてしまうことを彼が拒否しているということは、誰にも伝わらないと思うんですね。なので、ここは、伝えるべきだというような判断をしました。ああ、そうですか。わかりました。あとは、この映画は部長の映画ですかね。部長の娘、ドアサンスキーを逮捕されて、この映画を制作するのことは、ユキさんに対してどうと思いますか？もちろん、監督をはじめですね、政治犯の人がすべて釈放されて、そういうような状態で、この映画をですね、改めて、楽しむことができればと思っています。非常に素晴らしい情熱のこもった映画だと私は、信じていますので、私見てませんけれども、作り手の人、非常に、情熱を持って作っていましたので、いい映画になるはずのものです。なので、これは民主主義のもとですね、たくさんの人が楽しんで見られるという状態で公開するべきだと思います。ありがとうございました。ユキさん、自分でもそういうに入るとして入ってるから、ユキさんからも何か話したいことがあったら。ですね、特にミャンマーでは、たくさんの、アーティストの人たちがですね、声を上げている、います。ルミン監督も、一人ですし、また、そんなに長いこと話す機会はありませんでしたが、私は、俳優のパインタコンさんにも、獄中で会っています。はい。いずれもですね、まあ、明るく、周りを楽しませるような、キャラクターでですね、周囲の、政治犯を励ましていました。刑務所の中ではもい、刑務所の中で、あったですか？ですね、私は、VIP の、エリアにいたんですけれども、はい。パインタコンさんは、一般の政治犯のエリアに、いました。ああ。なので、別の区画なんですけれども、ただ、大きな声を出すと話せるんですね。ああ、そうですか。はい。なので、パインタコンさんが、そのバルコニーから出てきてくれてですああ、はい。ね、で、挨拶をしました。で、健康状態は良かったように見えました。ありがとうございました。自分でもそういうに入るとして入ってるから、ユキさんからも何か話したいことがあったら。歴史的にですね、ミャンマーで、民主化運動に、アーティストが果たした役割というのは本当に大きいと思います。今日もですね、映画関係のプロデューサーが捕まったという話も、悲しい話も聞いています。なので、そうしたアーティストを含め、すべての政治犯を釈放することを求めたいと思います。そうですね。このアウンサン将軍の映画はですね、長い間、軍事政権の中で、実現できなかった、ものです。その思いがですね、非常に詰まった映画なんですね。なので、この映画はですね、プロパガンダに使われるという形ではなく、民主主義が戻って、自由に映画が作れるようになって、また市民もですね、自由に、楽しい気持ちで映画に見られるようになって、もちろん、ルミン監督をはじめですね、
政治犯の人がすべて釈放されて、そういうような状態で、この映画をですね、改めて、楽しむことができればと思っています。あ、はい。それじゃ最後にミャンマーの国民に対して何か言いたいことありますか？いずれも、国の将来をですね、一生懸命考えていました。苦しい立場にはあるんですけれども、それでもどうやって民主主義を取り戻そうかということを一生懸命考えていたんですね。そういう思いをですね、ぜひ生かす形で、世の中がですね、クーデターが終わり、民主主義の、体制になり、そういう日に、もう一度映画が見たいというふうに思っています。はい、いろいろありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。